世の男たちの守ってあげたい光線が見事に一斉に集まることになった。あの右目尻の下の泣きぼくろがとても印象的な北原佐和子さん。歌手、女優として活躍されていましたが、最近テレビでお見かけしません。どうされているのか気になったので調べてみたいと思います。北原佐和子さん、1964年3月19日生まれの56歳で、埼玉県出身だそうです。芸能界デビューのいきさつは、もともとオスカーの美少女モデルで、読者モデルとして掲載されたファッション誌をたまたま見たマネージャーからスカウトされたのだとか。高校在学中にはミスヤングジャンプに選ばれグラビアデビュー。1981年アイドルユニットパンジーで活動し、自身の18歳の誕生日にシングルマイボーイフレンドで歌手としてソロデビューしています。当時のキャッチフレーズは爽やか恋人1年生。同期には中森明菜さん、早見優さん、小泉京子さん、堀ちえみさんがいる花の82年組だったのをご存知でしょうか。もちろん北原佐和子さんの人気は半端なく、なんとレコードデビューの際はレコード会社19社がオファーを出し、その契約金だけで1億円という高額だったそうです。そしてデビューわずか1ヶ月での CM オファーが26社もあったというのですから、その人気ぶりがうかがえます。しかし歌手としては1985年で区切りをつけ、その後は女優に専念しています。1982年先生は1年生でドラマデビュー。その後ドロドロ愛憎劇で大人気となった。2004年昼ドラ「ボタンとバラ」で注目を集め、昼ドラの常連と言われるほど演技派女優となりました。ところで北原佐和子さん、今まで熱愛の噂もなかったのですが、ご結婚されているのでしょうか。調べてみると驚いたことに、すでにバツイチなのだとか。1990年に一般男性と結婚され、1994年に離婚されています。現在も再婚はされておらず、お子さんもいらっしゃらないようです。最近テレビでお見かけしないのは、結婚されて子育てでお忙しいからではと思っていたのですが、違ったようです。テレビであまりお見かけしない本当の理由とは、実は北原さんは現在ダブルワークされているからなんです。それも経済的に困窮しているからではなく、芸能界だけでなくその世界にも強い興味を持っていたからだとか。何なのかというと、それは介護の仕事だったんです。自分の身内に介護が必要になったからという理由ではなく、その仕事に就きたいと思ったのには幼少期のあるトラウマが影響しているのだとか。どういうことかというと、北原さんには体の弱い妹さんがいて、母親は常に妹さんにつきっきりで、北原さんにまで十分な愛情が注げなかったらしいのです。実は北原佐和子さん、学校に行くのが嫌すぎて毎日泣きながら帰ってきていたのですが、ある日泣き顔を見た母親が言い放った言葉がトラウマになってしまったのだとか。その言葉とは、なんで泣いて帰ってくるの、泣き止みなさいと叱られたことが辛くて、より一層泣いてしまった北原さんと、その時裏の家のおばさんがどうしたのと声をかけてくれたことが、幼心にとても嬉しかったそうです。それが強く心に刺さった北原さんは、私がやりたいことはそんなおばちゃんのように誰かに寄り添えるようになりたいと思うようになったことが、介護に携わるようになった理由だと言います。人に優しくされたかったから、人に優しくしたいと思えたんですね。しかし今も母親との関係はギクシャクしているそうですが、よくよく調べると
北原さんのお母さんも幼少期に親から愛情を注がれていなかったから、子育てをする自信がなかったそうで、いっぱいいっぱいだったそうなのです。北原さんもそれは理解しているようです。ところでこの仕事では資格も必要なのですが、北原さんはというと、芸能活動の傍らで2007年ホームヘルパー2級の資格を取得、2008年から施設で介護実務に携わっていますし、2014年には介護福祉士の国家資格も取得。それだけにとどまらず、介護と女優のダブルワークをしながら、2016年ケアマネージャー資格を取得。さらには医師や看護師が話す専門知識を理解したいという理由から、准看護師を目指して学校に通い、見事准看護師試験に合格して、2020年4月から看護師として勤務を開始しているそうです。介護と芸能活動を両立しながらとは並大抵のことではなかったでしょう。それだけでなく、介護の本の執筆や講演活動、ボランティアの朗読会の団体の代表をしたり、これだけやってて芸能活動を普通にやっていくのはさすがに時間が足りないだろうと思います。しかし、あの外見からはとても想像できないほど行動力のある女性なんですね。北原佐和子さん、まだまだお綺麗ですから、また恋をして自身の幸せもぜひ勝ち取ってほしいものです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は北原佐和子さん、デビュー当時はものすごい人気で、どこか守ってあげたくなるような雰囲気が大好きでした。しかし実際の彼女はとても行動力があって、たくましい女性なのが分かって、とっても驚きました。これからも頑張ってもらいたいですね。応援しています。それではまた次回お会いしましょう。